日常洋画劇場なんですけど、今回紹介した映画はこちらの「魚と寝る女」っていう、まあ、邦題がすごいタイトルだなっていうのでちょっと驚いたのがあるんですけど、映像ってリアルじゃないから、なんかこう痛みとか、なんかそういうのっていまいち伝わりにくいっていう気がするんですけど、この作品だけは痛いんです。とにかく痛い。で、話は、湖の釣り堀みたいなところで、なんか船を貸し出して、で、夜はそのお客のところに行って、なんかこう寝たりとかしてお金を取ってる女の人のところに死に場所を求めてやってくる男の人がいて、で、その死に場所を求めてやってくる男と女とのやり取りみたいな。でもその死に方っていうか自殺の仕方とかがものすごい痛々しいので、ちょっと見ててうわって思ったのがもうや、やみつきになっちゃって、これ結構2回ぐらい見ました。2回しか見てないんだけど買いました。でも、これ女の子にはあんま勧めないといけないけど、男の人にはぜひ見てもらいたいみたいな衝撃的な作品っていうか、なんかそのパワーはすごいなと思って。監督はキム・ギドクっていう、やっぱりさっきも言ったんですけど キム・ギドク監督の作品で、この人本当すごいと思います。予告編、それでは見てください。どうぞ。